2010年のルマンシリーズはフランス西部自動車クラブの統括するルマンシリーズの7年目のシーズン。2010年4月11日にフランスのポール・リカールで開幕し9月12日にイギリスのシルバーストーンで閉幕するまで全5戦で争われた。シリーズはルマンプロートタイプとグランドツーリングによる5つのカテゴリーで争われる。今シーズンは GT1 クラスが開催される最後の年となった。ステファン・サラザンは、シーズンの大半、ニコラ・ラ・ピエールと車両を共有したが、LMP1 のタイトルを獲得した。サラザンは、スパ 1000km において所属チームのチーム俺か、マットムートから出場せず、代わりに、ロイック・デュバルが出場した。にもかかわらず、サラザンは、アルガルベにおいて、ラビエール、オリビエ・パニスと共に、 唯一の勝利を挙げた。ラピエールは、ポールリカールで、アラン・マクニッシュと共に勝利を挙げたリナルド・カペッロを、抑えて2位に入った。LMP1 での他の勝利者はスパでのセバスチャン・ボーデ、ペドロ・ラミー、サイモン・パジェの、ハンガー・ロ・リンクでのグレッグ・マンセル、レオ・マンセル、シルバー・ストンでのニコラ・ミナ・シアン、アンソニー・デビッドソンである。LMP2 では、トーマス・エルドス。 マイク・ニュートンがタイトルを獲得した。彼らは一勝しか上げず、ストラッカ・レーシングのジョニー・ケーン、ダニー・ワッツ、ニック・レベンティスは3勝を挙げたものの、コンスタントな入賞が、タイトルにつながった。LMP2 でのその他の勝利者はスパにおけるミゲル、アマルト・オリビエプラであった。GT1 のタイトルは、ラルブル・コンペティションのガブリエーレ・ガーベルとパトリス、ゲース・ラールが獲得した。 同チームは GT1 クラスで前線に参加した唯一のチームであった。ジュリアン・カナルとフェルナンド・リーズは様々なレースでラルブルのペアと組んだが選手権の対象にはならなかった。シーズンにおいてラルブルに勝利したのはスパにおけるマルク VDS レーシングチームエリック・デ・ドンカー、バス、レインダース、マルクス・スパルタ・ラグミのみであった。GT には ヘルバーマイヤープロトンのマルクリープ、リヒャルトリーツ組が5戦中3勝を挙げて、タイトルを獲得した。残る2勝は AF コルセノジャンマリアブルーに、ハイメメロがアルガルベとシルバーストーンで挙げたものであった。FLM クラスでも、厳しい戦いが繰り広げられた。ダムズのアンドレア・バレーシ、ゲイリー・シャランドン組が2ポイント差で、ホープ・ポール・ビジョン・レーシングのスティーブ・ザッキアに、 打ち勝ちタイトルを獲得した。5つのレースで4つの異なるチームが勝利し、バレーシとシャランドンはアレッサンドロ・チコニャーニを加えてハンガロ・リンクで勝利しただけであった。ザッキアはウォルフガング・カウフマン、ルカモロと共にスパで勝利、ダミアン・ドゥルモンド、ロスザン・パティ、デビッド・ゾーリンガーはポール・リカールで勝利した一方、ジョディ・ファースト・オーレン・ヒューズはアルガルベト、 シルバーストーンで2勝を挙げた。2009年10月27日、ACO は2010年のカレンダーを発表。確定した3戦と未確定の2戦、加えて、ポール・リカールでの伝統的なテストセッションがその内容であった。その後カレンダーは改定され、アルガルベとハンガロリンクが加えられた。ポール・リカールでのレースは8時間に拡大された。 シルバーストーン1000キロレースは LMP1 クラスに対してインターコンチネンタルルマンカップのポイント対象とされた。また、同サーキットのアリーナ構成で実施された初のレースとなった。カステレ8時間レースを除いて、その他のレースは1000キロメートルもしくは6時間で実施された。スパ1000キロレースでは、 部分的な雨点及びレッドフラッグのため予定より143ラップ少なく終了した。トップ3台は6時間終了時点で139ラップ周回していた。ハンガロリンク1000キロレースも6時間終了時点での走行距離は1000キロメートルよりも少なかった。総合優勝は、太 g ポイントはすべての完走者に与えられる。身分類エントリー及び レース距離の70%に満たない場合は与えられない。ポールポジションにはボーナスポイント1が与えられる。また、ファステストラップにもボーナスポイントが与えられる。レース前エンジンを交換した場合は2ポイントのペナルティが与えられる。その後の交換では4ポイントのペナルティが与えられる。ポイントシステムは2種類あり、レース長によって異なる。 LMP1、LMP2、GT2 の優勝者と2位は2011年のルマン24時間レースに自動エントリーされる。ただし、チームがフルシーズン参戦していた場合に限る。部分エントリーはルマン24時間レースに自動エントリーする資格はなかった。GT1 カテゴリーは今シーズンをもって廃止となり、GT1 に対しては、 ルマンの自動エントリーは与えられなかった。LMP1 チームオレカマッドムートは一生を挙げ、LMP1 のチームタイトルを獲得した。LMP2RML とドライバーのトーマス・エルドス、マイク・ニュートンは LMP2 クラスのタイトルを獲得した。FLM 全チームがゼネラルモーターズ製 6.3LV8 エンジンを搭載した、オレカ FLM09 を使用する。 GT1GT GT 2マルクリープとリハルトリーツを用したフェルバーマイヤープロトンが GT2 クラスのタイトルを獲得した。ありがとうございます。